こんにちは、こんばんは、はじめまして、リーナです。はい、今日はですね、またまたリスナーさんからいただいたグッズをですね、紹介したいと思います。はい、今回はですね、コスプレをいただきました。はい、まあ、個人的にちょっと気になってたコスプレなんですけど、はい、私ですね、まあちょっとね、軽いノリでフェイトをですね始めたんですよ。 FGO を始めて、で FGO 歴はだいたい3ヶ月とか4ヶ月で、もう本当にひよこみたいな感じなんですけど、まあね、めっちゃハマっちゃったんですよね。3、4ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、めっちゃハマっちゃって、でその中にちょっとね、こうすごいもう推しキャラっていうほど好きではないんですけど、まあ好きなキャラクターがいて、そのキャラクターが着てる服がね、ちょっと可愛いなと思ったので、ちょっとね、気になってるなみたいな感じに言ったらプレゼントしていただいたので、はい、紹介したいと思います。はい、その服はですね、はい、こちらです。じゃん。はい、前がこんな感じで、はい、スカートがワンピースですね。はい、後ろが、はい、後ろもこんな感じですね。ちょっと分かりにくいですね。はい、まあフェイトちょっと分かる方っていう体でちょっと喋ろうと思ってるんですけど、フェイトの5周年 FGO がダウンロードじゃなくて、アプリ開始してから5周年記念のアルトリア・ペンドラゴンっていうキャラクターがいるんですけど、それのコスプレですね。5周年記念の、はい、ちょっと声だけ見ると分かりにくいので、はい、ちょっとね、着てみたいと思います。はい、ちょっとこんな感じなんですけどはい、ということで、着てみた感じこんな感じになりました。はい、ということで、こんな感じになりました。はい、着替えた感じですね。はい、全体が、はい、こんな感じですね。前がこんな感じで、後ろがこんな感じです。はい、いやー、気になってた服なので、もうめっちゃいただけて嬉しいですね。はい、ということで、リスナーさんからいただいた、フェイトのコスプレですね、こんな感じに、こんな感じでした。はい、まあ私前も動画で話したかもしれないんですけど、個人的にその衣装っていう感じの、衣装のコスプレよりは、普段からですね、こう着れるような、服がいいなって思っていつも買っているので、はい、これは結構普段ね、着れそうなデザインなので、はい、まあ、私服としてこれから着て楽しんでいきたいなと思っています。はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、リナでした。さよなら。音楽を中心にいろんな動画をアップしています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今バックで流れている曲も、私のオリジナル曲です。よろしくお願いいたします。